はい、こんにちは。収穫家のお話をしていきます。実はインセンティブもすごいんだぜっていう話です。昨日の動画では長期の習慣化を身につけていくためにはインセンティブ、ご褒美を与えることではなくてモニタリング、人に監視されている方が長く続きしますよっていうお話をしたんですよね。でとある実験で手洗いをしてもらう実験をしてもらったんですけど、モニタリングをやっている人の方がインセンティブを与えられている人よりも 23%習慣化する傾向が高かったし、しかも実験が終わった後も続けているという結果が出たということだったんですけれども、じゃあインセンティブってあんまり良くないのっていう実験結果だったんですけど、そうではなくって使い方によっては当然効果も高いっていうことなんですよね。でインセンティブっていうのはモチベーションを高めていくにおいてはあんまり使い勝手っていうのは良くないし、長い目で見ればよろしくないんですけれども、習慣化を身につけていくっていう観点、つまり自分を行動させるとかっていうことにおいてはインセンティブも実は大事だっていうことなんですよね。でこれは使い方によって効果を発揮します。で習慣化を加速させるためのテクニックとしてインセンティブリマインダーっていうものがあります。もうシンプルです。もうリマインダーっても皆さんも iPhone とか持ってたら中にアプリが入っていると思うんで分かると思うんですけど、インセンティブを定期的に思い出すという方法なんですね。だからご褒美を定期的に用意することによってそれを確認する状況を作ってモチベーションを高めていくっていう、そんな方法になります。だからリマインドの方法として〇〇を達成したらご褒美にバツバツを買うんですね、うん、だから例えばテストで80点を取ることができたらご褒美に新しい服を買うとかですね、その次に三角三角を達成したら星星をするとかっていう風に段階的にご褒美を与えるようにしていくと、まずこれをセッティングした上 でさらにそれを思い出すっていうことが大事になっています。だからリマインダーっていう言葉が入ってるんですよね。ちなみにそれぞれの目標値が高すぎると、テストで100点を取るとか腕立て伏せを100回やるとかタバコを全くのゼロにするとかっていう風になってしまうと達成までの時間が長くなってしまったりするんで、せっかく用意したインセンティブをもらうっていう機会もなかなか得られないままになってしまって、結果を忘れてしまうということなんですね。だからそうなるとどうせもらえないしとかどうせ長いしっていう風にモチベーションも下がっていってしまいますから、そうならないために、できるだけ達成できるであろう目標を設定するっていうこととプラスインセンティブを定期的に思い出すことができるっていう仕組みを作ってしまうっていうのが大事だったりするんですね。例えばスマホのリマインダーアプリっていうのを作って1日1回とかどこかのタイミングでそのアプリを立ち上げるとか、スマホの通知が来るように設定したりとか、あるいはコミットメント早期タイミングっていうところで紹介をした毎朝自分の目標を言うだけではなくて、そこにこれを達成したらこんなご褒美を与えるっていうのも掛け合わせてみることによってインセンティブリマインダーっていうのが働くという形になります。ちなみにこれも実験があってリマインダーをセットしたグループとセットしないで思い出すようにしたグループとでどっちの方が効果が高かったかというと 20% 前者、つまりリマインダーをセッティングしたグループの方が習慣化の取り組みっていうのが高かったっていう結果も出たりしてますので、ご褒美っていうのもただ用意するだけじゃなくてそれを常にどのタイミングで与えるのかっていうのは別にして、自分にはこれを達成したらこんなご褒美が待っているんだっていうことを思い出せるような環境を作ることによって取り組み習慣化っていうのが定着しやすいということになります。これがインセンティブの使い方になるんですよね。だから実際に与えるかどうかっていうのはやっぱり達成するそのハードルのとか期間の長さによって関わってくるんですけれども、それが単に頭の中で記憶してしまっているのかっていうのと、自分が常に目で追って確かめられるような環境を作っておく、リマインダー作ったりとかリストアップしておくとかっていう風に目に見えるような状態で用意していくかどうかによって、そのインセンティブの効果っていうのの発揮の力っていうのが誓ってくるようになりますんで、そういったインセンティブっていう使い方をぜひしてみていただけたら、皆さんがこれ身につけたいな、あれ達成させたくないなっていう習慣を定着させて持続させるっていうことができるようになります。今日はそんなお話でした。ということで本日の動画も以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。